首都キーウにミサイル停電もロシア軍大規模攻撃かウクライナ首都キーウなど各地に7日ロシア軍のミサイル攻撃があったキーウのグリチコ市長によると迎撃された破片が落下し一部で停電が発生けが人も出ているウクライナメディアによると7日朝東部ハリコフ州や西部リブー州でも爆発音が聞かれた ウクライナ各地への大規模攻撃の可能性がある支援疲れが見えてきてウクライナも終わりが見えない戦いに疲れているのではなかろうかやはり核爆弾は抑止力になるしあるのとないのとではだいぶ違う近くに中国という危ない国があり尖閣も好き放題やられている対岸の火事ではない中国国内も今政治に反感が集まっているから そそろそろ台湾有事を起こしそちらに意識を向けると思うその後は尖閣や沖縄を取るに来る可能性だってあるもう少し危機感を持たなければ40両長を撃破血の味を覚えたウクライナ軍ジャベリン名砲手が記録重ねる歴史家で作家のマイク・スピックによると第二次大戦中の航空戦では5%のパイロットによる撃墜が全体の撃墜数の40%を占めた 最も運に恵まれ最も技量のあるエースパイロットが偏って多くの選考を挙げていたロシアがウクライナで拡大して23ヶ月余り経つ戦争の地上戦でも同じようなことが起こっている最も運に恵まれ最も技量のある兵士が偏って多くの撃破数を誇っているのだ100万人規模のウクライナ軍の中でも空中強襲軍空挺軍 第79独立空中強襲旅団のミサイル兵、コールサイン、ハハウズほど、運に恵まれ、技量の優れた兵士は他に少ないだろう、米国製の FGM148 ジャベリン対戦車ミサイルシステムを2人組で運用するハハウズは、これまでにロシア軍の戦車や装甲兵員輸送車、公兵車両を40両以上撃破し、さらに20両以上を損傷させたと伝えられる。これらの損害は全て 彼がウクライナ東部ドネツク州ブフレダル方面の一つの戦域で与えたものである。自分に与えられた仕事を効果的にやっています。エストニア出身の軍事アナリスト、ウォートランスレイテッドが引用、翻訳している公式インタビューで、ハハウズはそう自信を示している。彼は第79旅団に数チームある。ジャベリンチームの一員だ。ウクライナ軍の地上軍、陸軍と空中強襲軍には旅団が合計で100個ほどある。これらの旅団には、 ジャベリンが大量に配備されている。重量 22.3kg のジャベリンは装甲を貫通するタンデム弾頭と赤外線画像シーカーを備え最長約 3.2km 先の車両を攻撃できる1機8万ドル約1200万円ほどするジャベリンは米国からだけでも1万機がウクライナに供与されたもちろんこれは米議会のロシア寄りの共和党議員が昨年後半ウクライナへの支援を断つ前のことだ ロシアがウクライナとの戦いでこれまでに被った1万4000両を超える車両の損害のうち数千はジャベリンによるものである。そしてジャベリンによる撃破数の数パーセントはハハウズのチームの戦果だとしてもおかしくない。ハハウズがジャベリンの奉仕になったのは2022年の夏だった。準備を命じられ、目標を見て発射しましたと彼は振り返っている。すると命中したんです。そうして血の味を覚えました。 続く18ヶ月、母ハハウズはジャベリンをロシア軍の車両に月に3発以上命中させてきた。前線から離れた期間を差し引けば、その数はもっと増えるはずだ。戦闘に従事している期間は毎週、ロシア軍の戦車や歩兵戦闘車などを爆破しているかもしれない。ジャベリンは打ちっぱなし型ですぐ撤収できるとはいえ、反撃にさらされる非常に危険な仕事。第79旅団には、 ジャベリンのエースアンドリー・ H 下級総長は1月、1回の小競り合いで、ロシア軍の車両を4両撃破したと報じられている。ただ、ロシア側にとって最も危険なジャベリン使いは、やはり母ズかもしれない。私たちはいつもペアで行動しますと、彼はインタビューで説明している。通常は、ウクライナ側の防衛線とロシア側の防衛線の間に広がる。 グレーゾーンにある季節の射撃陣地から攻撃するが、ピンチの場合は、攻撃してくるロシア軍部隊に対して、より良い照準戦、照準機と目標を結ぶ線を確保するために陣地を変えるという、戦闘の際は、母ハハウズがジャベリンの 6.8kg の発射装置を昼夜対応の照準機で操作し、ペアの相手がミサイルを取り扱う。目標を発見すると、私は観測しながら相手に指示を出します。彼はロケット。 ミサイルを準備し、私は目標を追跡します。そして発射します。ジャベリンは打ちっぱなし型のミサイルなので、発射後、チームは撤収できる。というより、撤収しなくてはならない。なぜなら、しっかり訓練された敵部隊なら、即座に打ち返してくるからだ。ハハウズは、ロシア軍の軍用機や BM30、スメルチ多連装ロケット砲で押収された経験もあるという。 対戦車兵は非常に危険な仕事なんですと彼は語る、母ハハウズの攻撃を受ける側のロシア軍部隊の一つは、運に見放されている部隊でもある、ロシア海軍歩兵隊の第155独立親衛海軍歩兵旅団は2年近くにわたって、母ハハウズの旅団が守る町の一つである、ブフレダルの占領を試みてきたが、これまで失敗している。ついに韓国バブルが崩壊し始めた。 4月の総選挙まではと必死に持たせるユン・ソン・ニョル政権。韓国の不動産バブルがついに弾けた。建設会社が倒産し始めたのだ。ユン・ソン・ニョル政権は破綻の連鎖を必死で抑える。総選挙が4月に迫る今、経済危機に陥るわけにはいかないのだ。だが、韓国観察者の鈴置孝文氏は、 先送りするほどに危機が膨らむと冷ややかに見る建設会社が破綻全国に波及鈴沖12月28日業界で施工能力ランキング16位のテヨン建設が再建台の協力を得て事業整理すると発表しました要は資金繰りに行き詰まって経営破綻したのです当社は工事を受注するのと引き換えに 不動産開発の資金を調達するプロジェクトファイナンス PF に債務保証してきました同日が期限の480億ウォン約52億8千万円を決済できなかったのですが同社の PF に絡む債務保証の総額は9兆1千億ウォン約1兆円に上ると報じられています当然金融システム ことに主な貸し手であるノンバンクの経営悪化が懸念され始めましたテヨン建設が破綻を認めた12月28日韓国銀行は金融安定報告書2023年12月を発表不動産バブルの崩壊が金融システムを揺らしかねないと警告を発しました高金利が市場の期待以上に長期化する中 不動産景気が萎縮すれば不動産関連の貸し出し比率が高いノンバンクの健全性が予想以上に早く悪化する危険がある脆弱性が目立つ不動産 PF に関しては事業継続か整理かを貸し手が迅速に決める必要がある問題を先送りにしがちなユン・ソンニョル政権の尻を叩いたのです低温建設だけではありません 倒産の波は全国に広がっています。急速に冷え込んだマンション景気中央日報の地方の建設会社は限界に2か月で20社余りが構成法適用1月25日韓国語版によると2023年12月以降ウルサン広域市の施工能力1位と2位の建設会社が会社構成法の適用を申請。 広域市チョルラ南東地方では中堅・中小の建設会社2社が構成法を申請したのに続き施工能力が全国で99位の建設会社も支払い不能に陥り工事をすべて中断しました韓国建設産業研究院の2024年1月月間建設市場動向によると 2023年1年間で廃業した総合建設業は581社2022年の362社と比べて60%も増えました2014年以降の廃業は年間200から300社でした建設不況の深刻さがわかります